こんにちは、佐藤健一郎です。今日は2018年11月、21日です。今日は、大量に出てきたバックアップ写真のバックアップをしてみたと、題してお送りしたいと思います。ちょっと僕いっぱい写真を撮る人なんですよ。もともとまあアートの関係の仕事をしていて、まあ、写真関連の仕事をしていたので、まあ、写真をすごく大量に撮るんですけれども、ちょっとメインで使っていたコンピューターが前故障してですね、故障してっていうか奥さんが、まあ、アップルの、エアマックだったんですけど、奥さんが結構丈夫なパソコンなんですけど、アルミでできてるから、画面の裏側にアップルのマークついてるの分かりますかね、光るんですけど、そこだけアルミじゃないんですね。でそこになぜか知らないけど鍋敷きを落としてですねパソコンをぶっ壊されてしまったっていうのが数ヶ月前にあって、でそれからまあしょうがないんで、こうパソコンの、まあ、それを機会にちょっと、まあ、仕事とプライベートのパソコンをか分けたりですね、まあ、ちょっといろいろやってたんですけれども、それで今のところMac mini を、まあ、仕事用には使っていて、その他に、まあ、ちょっとちっちゃい Mac Air を、まあ、プライベート用で使ってるんですけども、まあ、だんだん結局一緒になってくるんですけども、でまあなんかちょっと忙しくてですね、その写真のバックアップをしてなかったんですね。でそのパソコンが壊れる前にですね、その AirMac なんで、あんまり Mac Air なんで、AirBook なんで、結構サイズが、ハードディスクのサイズが小さくてですね、なんていうのかな、写真がいっぱいになってしまうので、ちょっと古いやつなんで、SD カードが入るんですね。で SD カードも結構今ね、128GB かなくらい、結構もうすげえ安いんですよね。20ドルとかで売ってましたけども、まあ、1年前くらいにそれを買って、そこに写真を入れてたんですよ。で、なんでか知らないけど、その SD カードが完全に入らないんですよね。ちょっと大きくて。で、なんかこれ危ねえなとか思ってたんですけど、前ですね、それを落としてですね、それで写真を結構なくしてしまったっていうのがあって、それがショックで、なんか写真をですねちゃんと管理しなくなってしまったっていう、なんかそういうことがあってですね、よくないなと思いつつですね、まあ、今使ってる携帯にどん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 写真が溜まっていくということになってですね、でこの頃こうやってビデオを撮り始めたじゃないですか。だからすぐSD カードがいっぱいになっちゃうんですね、携帯の。でこれじゃさすがにまずいなと思って、じゃあなんかしなきゃいけないなっていうことで、まあ写真のセールをまあ思い立ってやったんですけれども、そしたらまあこっちのパソコンから出てくるし、こっちの外付けのハードディスクがなんかあるんですけど、そこに入ってたやつとかですね、いろいろ出してみて一箇所にまとめてみようと思ってやったらですね、23,000枚の写真が出てきてですね、すげえなって自分でも思いましたけれども、まあ1日かかってまあ写真をこっちからあっちに移してですね、あっちからこっちに移してですねっていうことをやったんですね。で、まあ、写真の管理自体はAdobe の Lightroom っていう、まあ、写真管理のソフトでやってるんですけども、まあなんかあんまり増えてくるとですね、まあそれはまあそれが必要なんですけど、パソコンの方のバックアップっていうか、その写真の管理としてはね、ただなかなか使いづらくて、まあでもあとこのそれで写真を全部そのでっかいハードディスク、外付けのハードディスクに入れたんですよ。これだったらまあその何ていうのかな、メインの仕事用のコンピューターでも見れるし、まあその自分のパーソナルコンピューターにまあで見たい時はそれをつなげればいいから、まあ楽だよなとは思ったんですけど、でこれをまたでもこのバックアップっていうか、まあそのバックアップ用のハードディスクにバックアップの写真を入れておくっていうのも、まあそれはちょっと危ないなということで、それをどうやってまあね、バックアップしたらいいんだろうかっていうことをいろいろ考えてたわけですよ。
で、その、まあ、メインのコンピューターに入ればいいんだけど、そこにももう入りきらないくらいのサイズになっちゃってるんですね、写真が。あ、だからそこに入れたらダメだしなっていうことで、いやどうしてもかなと思ってたんですけど、でいろいろ見てたんですけど、まあ結局落ち着いたのが、その Google の写真フォトズっていうのかな、 Google フォトズっていう、アップを使って、まあ、バックアップしようかなと思って、それで、まあ、うちのなんていうのかな、まあ完璧ではないんですけど、それが一番まあなんか実用的かなというふうに思ってます。でこのアップがすごく良かったのは、携帯で撮った写真がもう常にそこに上がるようになってるんですね。でそれはあるのは分かってたんだけど、なんかやっぱりあんまりクラウドって信用できないし、でその上限があるのかなというふうにずっと、まあ、あんまりチェックしないで使ってたんですけど、でよく見たら、そのまあその元データはまあ Google のサーバーにあるのかもしれないですけど、ちょっとそこのところまだ調べてないですけども、その小さい写真を置いとく分にはその上限ありませんよっていう、あれなんですね。それでまあタダで使えますよと。だからそのまあ大きい写真をまあ撮っときたいっていう人、クラウドに撮っときたいっていう人はお金払ってくださいよ。確か200ギガで年間40ドルとか30ドルとか、まあそんなもんなんで、まあそれ自体もそんなに悪くないんですけど、まあでもそこまでしなくてもいいかなという、まあ、気もあるわけですよ。でまあそのまあね、まあ最終的にはやっぱりまあいい写真をまあ選んで、まあ、本当はそれをちゃんとそれこそバックアップあるようなところで、まあ、2か所くらいにハードディスク自分の手元に置いてきゃいいんでしょうけど、やっぱり思ったのは、その写真を撮るだけ撮って、まあ、管理してないわけですよ。もう 撮ったら撮ったままになってると。で、まあ、発表の場所としては、まあ、印刷してね、まあ、部屋に飾るとかっていうのは、まあ、あるんですけど、でもそれ以外は、まあ、よく考えてみると、まあ、Facebook とか Twitter に載せる、まあ、ビデオの場合も YouTube に載せるくらいで、その、まあ、見る側がどんだけその 構成質なんていうの、このピクセルがすごい、ね、高い写真を、まあ、要求してるわけではないなと。もうそういう時代になっちゃってて、でなんか別にその見る方も別にその一瞬 Facebook で見るだけだし、別にどれどれってこうやってなんかね、虫眼鏡つけて見るわけでもないわけで、そのまあね、そのまあバックアップとしてはそれでいいんじゃねえか、ただだしいいんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。でそれですごく一つ発見だったのは、その Google フォトはその携帯からもつなげるし、自分のパソコンからもつなげるんですね。だから今回その2万3000枚集まった写真を、そのをハードディスクをして、Mac にその Google フォトのアプリを入れてやると、でそのハードディスクを指定してやると、勝手にそこからもうクラウドにどん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 自動的に上げてくれるんですね、っていうことをやってたんですよ。ああこれってすげえなと思って、そのまあじゃあこれでもうその携帯でも自分のコンピューターでも、その仕事のコンピューターでも、自分の仕事のコンピューター、仕事に個人用のコンピューターでも、それか、まあ、どっか外に行った時に自分の写真どうしても見せたいなっていう時に、まあ、自分の Gmail のアカウント、Google のアカウントにさえログインさえできれば、一応写真全部見れるわけですよね。まあそのね、解像度は高くないですけど、でもまあそれでほとんどの場合はそれで十分なわけで、あこれすごいなと思いました。でもう一つ面白いなと思ったのは、その、まあ、Google の、まあ、AI でなんかその勝手にアルバムとか作ってくれるんですよね。で前はなんかこれちょっとうざいなとか思ってたんですけど、結構その2万3000枚もあると、その見るだけで大変なわけじゃないですか。見るだけでどんだけかかるのみたいな、何時間もそのスキャンするっていうか、バーッと見るだけでもものすごい時間かかるわけですよね。だから時間ないし、その撮ったのはいいけど、何がどこになってるかも分かんないし、整理もちゃんとされてないんで、
もう時間とかだけじゃないですか。でもその今のほら今のっていうかまあだいぶ前からですけど、その写真 の, あの情報にその位置情報も入ってるわけですね。だから Google はその位置情報とあと撮った日の時間と見て、それでなんかあこの日はこのぐらい10枚ありましたって同じやつをバーッと出してですね、なんか勝手にムービーにしてくれたりですね、あの自分アニメーションにしたりアルバムにしたり、うーんとなんか良さそうな写真をなんかこうちょっとあのエディットしてくれてですね、かっこよくしてくれたりですね、白黒にしてみたりとかですねなんかすげえなっていう風な感じがありました。今回特にあこんなに逆に本当にあこういう写真ありましたよ、ああいう写真ありましたよつって、その友達 の, あの結婚式の写真とかも勝手にアルバムにしてくれて、ああこれいいなと思ってもあのその友達に送ってやったりですね、なんかああれ向こうも本当に喜んでくれて、ああなるほどなと、こういう使い方があるのかっていうのは、まあ、ちょっと思いましたね。だからまあうーんその、まあ、今 AI の話をよく言うじゃないですか。その AI があるとそのなんか仕事がなくなるとかっていうふうに言ってる人がいるんですけど、ちょっと違うと思うんですよね。要するにみんながただでその昔はだこれはフォトエディターみたいな人ですよね、要するにを雇って写真の管理とかしてもらわなきゃいけなかったわけじゃないですか。それをもう誰でも携帯とコンピューターさえあればただで雇ってやらせることができるみたいなことだと思うんですね。だから今はまあ勝手にやってますけど、もうちょっとなんかこうこっち側からこんな感じでそのアルバムを作ってくれとかムービーを作ってくれみたいなあの要求ももう少しできるように、まあある程度できますけど、もうちょっとできるようになってきたらもっと面白いよなって、これいろんな使い方があるよなっていうふうに思います。例えばまあなんか僕が例えばこの間イタリアに行ってきた時にやたら写真撮ってんですよね。1ヶ月いたんでなんかもうバシャ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 ずっと写真撮ってるわけですよ、バカみたいにで例えばなんかそれで良さげな写真をこういっぱい集めてきてくれて、で GPS もついてるわけじゃないですか。で結構まあそのなんていうかなストックフォトみたいので写真をこう使いたい人っているわけですね。それをお金払って買うとかいう人いっぱいいますよね。だそういうのを選んでそういうところに勝手にあげてくれてみたいな、それで気づいたらそれでお金が入ってくるみたいなこともできるんだろうなっていうのは思いました。だからまあその頭の使いようだなっていうか、そのこれからだから本当に今までできなかったようなことが AI が出てくることによってみんなができるようになってくる。なんか今まで助手がまあね5人とか10人とかいないとできなかったようなことが個人1人でももうできるようになるよっていうとこまで来てるのかなということで、やっぱりそのうんなんていうのかな、あんまりこう悲観的にならず、その自分が持ってる価値観だったりスキルだったり考え方だったりその世の中に出していきたいっていうものがあれば、その社会でも、もうそういうふうに AI がどんどん出てきたとしても本当にその生き残っていくっていうかね、生きるのはどんどん簡単になっていくと思うんですよね。だからそのなんていうのかな、あんまりなんか悲観的に世の中その未来に対してあの技術特に技術的な発信発達についてやっぱりその悲観的になる必要はないかないし、まあ、逆に言うとあこれはすごいなとチャンスがものすごく出てくるんだなというふうに思って生きていくっていうのがやっぱり一番大切な心持ちとして大切なんじゃないかなというふうに、それを持ってるか持ってないかでやっぱりこれからどんどん差が出てくるような世の中になるんじゃないかなというふうに思います。ちょっと長くなってきたので、まあ、このくらいで今日は終わりにしたいと思います。ではまたさようなら。